このお話というのがですね、S さんという女性が体験したお話なんですけど、これ前提として S さんですね、小学校 3,4 年生の頃にお父さんを亡くしてるんですね。で、このお父さんというのが地下鉄の工事をなさっていた方で、後輩の人をかばって地下に転落して亡くなったと。で、 S さんですね、自分が小学校 3,4 年生、9歳10歳の頃ですよね、その頃にお父さんを亡くしてしまって、まあ、思い出としては数が少ないんですけれども、そのお父さんがとても優しかったと、子煩悩な方で、そして動物が大好きなお父さんで、ちっちゃい頃の思い出がまだずっと残ってる。そんな S さんがお父さんを亡くして数日後に体験したお話だそうです。夜寝ていたんですって。で、その部屋っていうのが寝室で、 S さんと S さんの妹、そしてお母さんでおばあちゃん、この4人が寝室川の字になって寝ていたと。それで夜にですね、パッと寝ている時に S さんが起きたんです。なんか目覚めてしまった、起きちゃったなと思ったら、寝室の入り口にですね、謎の人影が立ってる。なんだろうと思ってみると、ぼーっとした人影なんですよ。顔がシルエットになっていて、わからない、誰だかわからないけど、 S さんはお父さんだと思ったらしいんですよ。なんでわかったかっていうと、お父さんいつもダークブラウンのロングコートっていうのを気に入って着ていた方だったと。で、その人影っていうのが、顔はわかんないけどダークブラウンのロングコートを着ていた。なので、お父さんが帰ってきてくれたんだ。S さん起き上がって、その寝室の入り口まで行って、で、お父さんって言って近くに寄って、そしたらお父さんが S さんの手をこうやって握ってくれるんですって。で、その時に S さん、じゃあお父さんこっち来てって言って、お父さんを玄関まで案内したそうなんですよ。なんでここで S さんがお父さんを玄関まで案内したかっていうと、玄関には大型犬のサムっていう、お父さんが可愛がってた犬がいるんですって。で、そのサムに会わせてあげたいから、お父さんも大好きな犬だから会いたいだろうと思って玄関に連れて行った。で、そこでサムもお父さんに気づいて、ハッ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 って喜んでるわけですよ。あ、よかった、お父さんが来てくれて、そして犬にも会えたと思っていたら、そのお父さんが握っていた手をですね、握ったまま玄関のドアを開けるんです。で、玄関から家の敷地を出るまで石畳のようなところがあって、多少ストロークがあるんですけど、そこを S さんの手を引っ張って、お父さんがずっと歩いていくんですって。外に出るんだと思っていたら、その石畳の途中でですね、左側からバッと一人の人影がまた現れた。で、この人影っていうのが、またお父さんと同じように顔がシルエットになっていて分かんないんですって。だけどピンクのスーツを着ているちょっと小太りな女性だっていうのが S さん感覚で分かったんですって。で、このお父さんとその女性っていうのが何やら会話をしている。声は聞こえないんですよ。でも何か喋ってるなっていうのが分かる。そしたらそのお父さんが S さんの握っていた手を離した。そしたらピンクのスーツのおばさんが S さんの手を取って寝室まで連れて行って寝かしつけてくれた。で、翌朝 S さんはパッと起きるわけです。あれ何だったんだろう、夢だったのかな、でもお父さん来たよなと思って、お母さんにそのことを話したわけですよ。お母さん、昨日の夜お父さんが来たんだけどって言って、お母さんも喜んでくれるかなと思ったら、お父さんが亡くなってまだ数日だったんで、お母さんにひどく怒られたそうなんですね。あんた、そんなよくわからないことばっかり言ってみたいな、でも本当に来たのになと思っていて、そしてまたその日の夜です。寝室で4人で寝ている、夜中パッと目を覚ます S さん、また寝室の入り口に昨日と同じようにお父さんがいるんですって。あ、お父さんだと思ったお父さんのそばに駆け寄っていく。お父さんに腕を取られる。そしてまた玄関を出ていく。昨日と同じような展開になったと。で、昨日はピンクのスーツのおばさんが石畳の途中で出てきたんですけど、今日もやっぱり現れたんです。そしてそれと同時に反対側の方向から一人の男性が現れたんです。で、この一人の男性っていうのもまた人影、顔はシルエットでわからないけど、直感で S さんが感じたのは、あ、この人は白髪で白いひげが生えている。見えないんですよ。見えないんですけど、そう感じたそうなんです。そして浴衣をその方は着ていたそうです。謎の男性が現れた。ピンクのスーツのおばさんが現れた。そして手を握られている S さんがいて、お父さんがいる。そしたら、その今日現れた謎の男性、浴衣を着た男性というのがですね、 S さんのお父さんの肩を
叩いたらしいんですよ。でそれっていうのがなんか頑張れよみたいな激励の叩き方じゃなくて攻撃をするような叩き方だったと。でそれを見てあお父さんがいじめられてると思って S さんはやめてって言おうとしたんですけど、昨日と同じようにピンクのスーツのおばさんがそこで S さんの手を取って寝室まで連れてってくれた。そして寝かしつけてくれて朝になった。昨日と同じような状況、一人登場するキャラクターが増えたようなよくわからない状況になったんですね。そして3日目の夜なんです。この日も寝てる、起きる、そうするとお父さんが入り口に立ってる、またお父さんのところへ行く、腕を取られる、また石畳を歩いていく。で今回はピンクのスーツのおばさんとおじさんがその石畳に出てこなかったらしいんです。で家の敷地を出て道をずっと歩いていくと緩やかな坂になってるそうなんですね。でその坂を登っていってる時に辺りがすごく明るくて夜とは思えないんですよ。真夜中と思えないような光り輝いてまばゆいような状況に周りがなってる。でその坂の上を登っていくとお父さんが昔 S さんと一緒に歩いていた散歩コース、大和川という川があるらしいんですけど、あお父さん多分川のところに行くんだなってなんとなく S さん思ったんですって。でその坂を歩いている途中にまた昨日と同じようにピンクのスーツのおばさんと謎の浴衣の男性っていうのが現れたんです。バッて2人同時に現れて、でその男性というのがですね、昨日はお父さんの肩を叩いて攻撃するような感じをしたって言いましたけど、3日目の今晩はお父さんの首筋を掴んで思いっきり殴ったんですよ、謎の人影が。なんでこんなことするのと思って S さんもう涙流してしまったと。そしたらまた同じようにピンクのスーツのおばさんが手を取って寝室まで連れてってくれてまた目が覚めたって。変なことが2番続いたんですよね。これどういうことなんだろうなと思いながら、夢とは思えないような現実感があると。そして4日目なんですよ。また寝てる、起きる、お父さんがいる、お父さんのところへ行く、腕を取られる、家の敷地を出る、そしてまた昨日と同じように外行く、緩やかな坂を上がっていく、白くまばゆいんですって。で昨日はここでおばさんとおじさんというか男性が出てきた。今回は出てこないで坂の上まで行ったそうなんです。で上まで行ったところでなぜかバス停がそこにあったそうなんですよね。で S さんの家の近く、自分でもちろん分かってます、バス停なんてそこにはないんですよ。でもそこにバス停があってその前にバスが止まってるんですって。でお父さんは S さんの腕を取って乗りなさい、そういう仕草を見せる。でここで初めて S さんは怖くなったらしいんですね。これどういうことだろうと思ってお父さんやめてって初めてそこで抗ったんですよ。そしたらそのバスに乗っていたどうやら一人の乗客とおぼしき男性がバスから降りてきた。またシルエットなんです。顔はわからないんです。だけど感覚で顔はわからないけど赤ら顔をしていてお酒の匂いがちょっとした男性が降りてきた。比較的若いような感じを受けたそうなんです。そしてその人影は S さんとお父さんのところに近づいてきてお父さんとその男性が何やら話をして、そしたらそのお父さんがですね下をうつむいて首を振るような仕草をして S さんの手を離した。そしたらそのお兄ちゃんというかその比較的若いと思われる人影の男性が S さんの手を取ってお家まで連れてってくれてまた翌朝目が覚めた。おかしいことが4日続いたんですね。で次の日はこれはもう夜じゃなくて昼です。昼に S さんが自分の妹と一緒に玄関で遊んでたんです。大きな犬がいるって先ほど言いましたけどサムっていう大型犬と、まあ、S さん妹さん3人で遊んでいた。でお母さんがおやつですよ、3時のおやつがあるよってこと呼んでくれたから、ああ食べに行く言って妹さんと S さんは今に行っておやつを食べた、お菓子を食べた。じゃあ続きまた遊ぼうって言って玄関に戻ってきてサムと遊ぼうとしたらほんの数分の間にサムが死んでたそうなんです。おやつを食べてる間にさっきまで元気に遊んでいた犬が急に亡くなっていた。でそれを聞きつけたお母さんというのがやってきてですね、ああお父さんサムが大好きだったからね、お父さんがいなくなってからサムも寂しそうにしてたからもしかしたらお父さんが連れてったのかもしれないね、涙をポロ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 お母さんもこぼしたんです。でこのお話というのが S さんは本当にあったことなのか
夢なのか自分でもはっきりしなかったと。そしてこの話を家族にすると他の人、例えば親戚とかいろいろ話をするとですね、自分のお父さんが愛していた娘を連れていくはずがないと、バカなことを言うな、そんなことばっかり言われるから自分の中で夢だと思い込むようにしていたんですって。だけど S さんが中学生になったある日ですね、父方のおばあちゃんに久しぶりに会う機会があった。会うって決まった時に S さん、じゃあ叱られるかもしれないけど聞いてみよう、こういうことが昔あったんだけど、おばあちゃんにそのことを話してみたんですって。そしたらおばあちゃんが、あ、そうだったのって言って古いアルバムを持ってきてくれて、そして3枚の写真を出した。これ見てって、1枚目っていうのがちょっと小太りのピンクのスーツを着た女性、30代ぐらいだったって言います。で、この女性というのが亡くなったお父さんの妹さんなんですよね。で、 S さんからしたらおばさんにあたる方なんですけども、S さんが生まれる直前に、まあ、不幸にも亡くなってしまったと、姪っ子が生まれるのをとても楽しみにして亡くなった方がいたと。次これ見てって、2枚目が白髪で、浴衣を着たおじいさんだったそうなんですね。恰幅の良い方だったそうです。で、この方というのがお父さんのですね、おじいさんにあたる方、なので S さんからするとひいおじいさんという方なんですけど、でその方ももうだいぶ前に亡くなられている。で、3人目っていうのが、まあ、比較的若い方、男性20代で、この方というのが、お父さんの仕事仲間のお友達だったそうです。お酒を飲んでよく失敗することがあったけれども、その人柄の良さからみんなに愛された、そういう男性が写っていた。あ、じゃああの時の赤ら顔って感じた、そしてちょっとお酒臭いって感じたっていうところから、自分が夢現実なのかわからないところで見た3人と全て符号が言ったと。人間、過ちを犯すことはありますよね。人間でも霊でも同じように過ちを犯すことはあるのかな。あまりにも寂しくて自分の娘をもしかしてお父さんは連れて行こうとしてしまったかもしれないという、そんなお話でございました。ありがとうございました。ちょっと今日、はい、ノブさんに聞きたいことがありまして、はいはい、ノブさんって呼ばれるんですよね、このチャンネル恐怖の、他の番組で住倉カオスの怪談カタルシスでもご一緒させてもらったんですけど、はい、確かその時にもちらっと話題が出たんですが、はい、ノブさん自身もちょっと少し霊感といいますか、はい、なんかご自身もなんかちょっと霊体験的なものがあるって話が、はい、確かその時もちょっと出てたんですけど、そうなんですよ、なんかちょっとその辺をお聞きしたいなと思いまして、なんか自分自身で、うん、あ、これが多分霊体験したんだなって思うのが、はい、もうそれこそ小さい時に見てるんですよ。ほう、おいくつぐらいの時とね、多分小学校低学年ぐらいの時には、はいはい、多分見てるんですよ。多分っていうか見てるんですよ、父親と一緒に、はい、でそれの見たのも、その父親がもともと僕を産むまで前に仏門にいたんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、いわゆるこう僧侶って言いますか、はい、お坊さんをやられてたと。そうですね、はい、で一応そのお葬式行けるぐらいまでの感じだったんですけど、うん、はい、若かったんで、その説法を解くのがやっぱこうお年寄りに対してこう説法をしないといけないとか、はいはい、こう若くて説得力もないし、いろんなことやりたいなっていうので、うん、僧侶辞めてで結婚して僕をっていう感じなんですよ。なるほど、はい、でその父親がめちゃくちゃ霊感強くてですね。あ、そうなんですね、はい、いや、なんとなくですけど、はい、僕もいろんな、ね、お話を集めますけど、はい、結構霊感強い方って割と女性が多かったりするイメージあったんですけど、はい、ノブさんがお父さんが父親なんですよ。で、はい、僕名字珍しいじゃないですか。あ、おー、まあ、そうですね、はい、実はその日本に6世帯しかないらしいんですよ、噂によると。はい、あ、そうなんですね、はい、でその大赤身のその名字自体にちょっといわくがあって、その代々大赤身家のこの何ていうんですか、血筋は
男根は早くなくなるみたいなちょっと曰くがついてる名字なんですよ。ほう。でその影響もあって、まあ、親父が仏門に入ったのもあってか、うん、まあ親父もまあね存命ですし僕も今ね元気に生きてるんで、はい、その辺は大丈夫なんですけど、うん、なんかそういったのもあって父親僕でも親父の妹、はい、僕のおばにあたる人が、はい、僕が知ってる限り大赤身の中では一番霊感が強くて。へあじゃあもう、まあ、性別よりかはもうその大赤身さん の, その家系といいますか、はい、血筋にやっぱそういう力を持ってる方が多いと。いやでも確かに結構遺伝するって話は聞いたことあるんですよ。だからそういう形なんですかね。多分あると思うんですよね。じゃあ野さんはその小学生の時に、はい、もうすでにそうですそうです何かしら見てたというだって、はい、本当にもう信じてもらえないんですけどいやいやもう僕も信じますよみんな信じてもらえないんですけどいやいやいや、はい、親父とね、はい、散歩してたんですよ夜、はい、散歩してて、はい、でいつもと違うルートで帰ったりするのが楽しかったんですよ、はい、親父と一緒に。なるほど散歩コースですね。そうですね、はい、小さかったんで、はい、であれこんなとこ路地あるやんか、ここ入ってみようよって言って、はい、親父の手引っ張ってその路地行こうとしたら、はい、あかんなって言うんですよ親父が。ここの路地あかんなって言うんですよ、はい、何言ってんのお父さん、行こう行こう行こうよ。いやいやいや、あかあかあか、待て待て待てつって、聞こえへんか、足音聞こえへんかって言うんですよ。いやいやいや聞こえませんけどってなって、いや聞こえないよって言ってたんですね。で親父が、あー来るなー、来よるなー、来よるぞ、よう見てみ、よう見てみ、見ろ見ろ見ろって言うんですよ。何何何何何、怖い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 って言って、僕も集中してバッて何かを見ようとするじゃないですか、そんだけ言われたら、はい、だから来た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 って言うんですよ、はい、で俺もよう見てたら、はい、向こうの方からおじさんなんですけど、なんかいびつなんですよ形が、はい、で僕はその時のイメージというかパッて見えたのは、うん、瞬間的なんですけど、はい、胴体が半分しかなくて、で、はい、手がこう胴体から出てるんですけど、はい、なんか足らしきものも一応見えはするんですよ、はい、でなんかいびつなんです。でこの手でバタ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 ってくるのが一瞬見えたんですよ、はい、でうわーってなって、はい、見えたやろなこれって言い出して、でどうすんやろなと思ったら、これな見とけよって言って、その来たおっさんのね、はい、その幽霊をね、はい、親父がバーンってやったら消えたんですよ。物理効くんと思ってえこれなんか手に持ったなんか棒みたいなものないですよ。あもう気合的な感じでパタパタパタってきたのバンってやったんですよ、グーで、はい、強ってなってで、はい、いや今見えたってなって、はい、見えたやろっつって、いやこんなんおんねんっていうのが僕初めてなんですよ。いやでもそれすごい話ですね。皆さんこんばんは、裏階段案内人の住倉カオスです。住倉カオスの裏階段、業界人だけが知っている深怖い話ということで、この番組ではですね、ある業界の方と階段師の方をお招きして、リアルと階段双方のアプローチから生まれる深くて怖い恐怖をお届けする番組です。ということでですね、今回取り上げる業界はこちら、葬儀業界の裏階段です。本当にね、お葬式というのはね、もう誰もがお世話になるもんなんですけども、実はちょっと裏側は案外知られてないということでね、はい、こちらです。職員とか関連業者にまつわる裏話や怖いエピソード、うん、もうこれはね、お二人はね、当事者なんで職員ってことですけども、そうですね、はい、いかがでしょう、下田さん、ちょっと現場で働く人の怖い話なんで。現場で働く人のですか、まあ、だから幽霊的なことじゃなく、うん、人怖みたいな感じでもいいんですか。
そうですね、そっちも大丈夫ですか。あの悲しいんですけど、はい、非常にこう良くない話なんですけれども、うん、あのその YouTube で火葬場のねあのやつやってるじゃないですか、うん、でそしたら結構全国の火葬職員さんからすごい連絡くれるんですよ、うん、でこうです、うちはこうこうこうでこうなんですが、すごい連絡くれて、で最近インタビューに答えてくれたりとか、現役の人がほうほうほうとかやってくれたりとかしてるんですよ、うんうん、でまあそういうのでねすごい話入ってくるんですけど、いまだに酒飲みながらやってる火葬場職員がいるっていうのよう聞きますね、地方で、うん、よう聞くわ、まだに。あとあのまあ副葬品ね、その棺の中に収めるじゃないですか、うん、はいはい、でそれプラス棺の上にまたお花置いたりとか、うん、なんかおまんじゅうを置いたりとか、はい、そういうとこもあるんですよ、うんうんうん、それを火葬する前に取ってまんじゅう食べてお花自分のとこの事務所にかけて仮装してるっていう、まあ、それがなんかこう悪いことなのかいいことなのか何とも判断つかないですよ ね、 そうですね、まあ、遺族さんはでもほらあの仮装されると思ってやってるから、うんうんうん、それはやっぱりねダメですよ、うん、なるほどね。あ、僕だと やっちゃうかもな、もったいないとかやっちゃうね、どうせ焼けんだから、うん、まあ、だからそれ世代もあるんですよ、ほんまにマジでそうや思います。あのなんか夏目漱石 の、 あの小説とかも、うん、結構普通に電車乗っててなんか弁当箱パーン捨ててるじゃないですか外に、はいはいはい、普通に、うん、で今から考えたらもうやばいやつですけど、でも当時はやっぱそれが普通やったわけで、タバコなんて、ね、もう全部そこら辺、ね、あ、そうそう、映画館でみんなタバコ吸ってたじゃないですか。あ、吸ってましたね昔はね。てか電車も吸ってたでしょ。吸ってた、うん、だから吸ってた、そうそう、そんなもんですよね。あの映画館とか電車でタバコ吸うって今じゃ考えられないですよね。考えられないですね。今したらいやほんまちょっとこの人大丈夫かなってなるのが何十年前当たり前やったんでね、面白いですね。ですね、タンツボとかね、あの駅のね、僕もなんかタンツボはね、時代を感じるな。実物見たことあるかなちょっとあるかないかぐらいだと思いますけど、すごいね。まあまあほんまに時代でそんだけ変わっちゃうんですけど、今もやっぱりその感じのところがちょっとあって、うん、でそのお酒とかも要はあれですよ、あの心づけとか、はい、寸志的な意味合いでね、遺族さんからもらったやつみたいな、うん、飲んでました。ですか、お酒飲んでやってました。お酒が弱かったから。でもその同僚の、まあ、ちょっと年配の方がお酒好きだから、なんかもうやってる人いましたね、そうやって、うん、お酒飲んで、なんかもう朝一から飲んじゃってるんですよね、なんかもう、はい、そうそうですよ、そうそう、それでもうずっとそのテンションでやってるっていう方はいらっしゃいました、本当に。まあ、安全面でもちょっとあれですよね、まあ、ちょっと危ない、まあ、まあ仕事ですからね、あ、うん、そもそもね、そうそうそもそも仕事やからまあちょっと今はもうね、何十年前やったらまあそれはそうなんかな、20年前の話だからね、うん、そう、だからその心づけとかも、あの要は、まあ、普通その仮装職人さんにありがとうございましたっていう意味で寸志、うん、心づけとして渡すんですけど、うんうん、まあ、一部あの寸志なかったら、うん、じゃあお前んとこの家族あの夕方とか朝とか変な時間にしたろうみたいな嫌がらせっていうね、あ、そういうのが横行したんですよ、めっちゃ。これ事実、横行してたんですよ過去に。へー、だから昭和40年代とかとか、もうそう、そういう、そうです。だから遺族さんもお昼時が一番いいんですよ、仮装場くんの。なんでか言ったらお昼時に行ったらそこでご飯ね、うん、の時間じゃないですか、うん、でも夕方3時とか、うん、朝10時とか言われると、うん、あ、そこで2時間ってなると ちょっと微妙な時間なんで、うんうん、お昼時って、まあ、僕葬儀屋さんやってた経験上一番人気がやっぱ高いというか、で葬儀屋さんもできればお昼時の予約入れたいなと思ってるんですよ、うん、ないけど、まあ、その寸志とかのもんで葬儀屋さんから渡すんですけど、なかったらなんか何も言わんと夕方に回されてたりとかね、いうことがやっぱりその当時結構あったっていうのもあって、今どんどんだからもうあの寸志禁止っていうすごい増えてます。東京もあの東京はねギリギリすごい心づけバンバンあったんですけど、うん、最近減りましたね。あ、はい、もうチップですよね、まあ、チップなんですけど、うん、要はありがとうのチップじゃなくて渡さないとちゃんとしてくれないかもっていう恐怖チップなんですよ、うん、なるほど、それはやっぱ違うよねっていう、なるほど、うん、っていうようなやっぱそのドロドロした過去っていうのは、まあ、火葬場 その職員のね現在としてねあると思いますね。はあ、じゃあそれが、ね、今近代化しつつあるっていうところですよね。まあ、たったまだ一升瓶飲んでるやつおるなと。へまだおるなとは、まあ、それは別に僕確認してないから分かんないですけど、うんうん、まあ、でも話聞く限りではやっぱりあるし、うん、実は自分の先輩がそれでめっちゃ嫌なんですっていうのも届いたし、連絡としてやっぱあります。やっぱ田舎の方ですか。いや大体そうです、はい、
都会の方はもうほぼほぼないです、ね、ちょっとねなんかこう、うん、事務的義務的事務的にやんないとそうですっていうのね、まあ、そもそもねあの桐生火葬場事件ってめちゃくちゃ有名なあの脳症脳をひたすら遺体の頭かち割って取って打ってたっていうねその事件もありますからね。何ですかそれは。あのまあ、今桐生市っていうところがあってで今桐生市斎場ってあるんです、はい、それはもう全く場所も建物ももう完全に別のとこなんですけど、うんうん、まあその昔あの桐生か、火葬場っていうのがあって、はい、でそこでもうさっき言ったようなこと、うん、亡くなった人を火葬する前に頭をとんかつか何かで割って、うん、で脳症を出すんですよ。その脳を浸してる液体、はい、でそれを要は万病に効くって言って売るっていう。あの昭和にその例えばあの人の人体の肝臓があの病気に効くとか、うん、血液が効くとか、うん、骨を粉末にして飲んだら治るとか、うん、都市伝説めっちゃ流行ってたんですよね、うんうん、昭和の初期とか戦後ですか戦前の、うん、あ戦前も戦、はい、戦前にすごい流行っててそれの猟奇事件とか確か起こってるんですよ。起こってます起こってます。その臓器狙いの昭和の本当なんかそういう事件のやつ でだからそれの流れで要は売れてたんですよそれが。で火葬職員さんがそれやっててでしかもあのそのまあ、脳を取り出した遺体をその辺の周りに埋めてたんですよ、うん、でそのなんかいろんな記事がねちょっと当時の記事やからすごいもうなんか錯綜してるんですけど、はいはいはい、まあ、1個書いてあるのはなんか犬の散歩かなんかしてた男の人が、うん、なんか犬がワンワン吠えるかこれなんやって言ったら見たら骨やってで見たら人骨やったでこれ殺人事件ちゃうかということで警察に言って、うん、で警察が捜査始めたけどこれ殺人じゃなくてもしかしてって言ってそこの火葬場に疑いが向けられてでそしたらまあ実際そうやったんですよ。なんで焼かなかったんですか。そうでしょ、うん、焼いたら早いじゃないですか、うん、まあ、正直悪い あれやけど、うん、焼いてしまえば分からんのになって僕も思ったんですよ、うん、で供述これ残ってるんですけど、うん、あの薪代の節約って言ってるんですよ、うん、当時だから薪なんで、はあ、うん、あの薪代 もったいなかったからって言って、うん、もう最悪最悪の最悪。でもそれがあったから火葬場職員さんなんか物を取ってんちゃうんかっていうのはその事件きっかけなんですよ。なるほど。僕もその土地なのかなっていうお話がちょうど最近あのツイッターの DM でなんか相談って言って送られてきたんですよ。僕まあ階段をちょっとそこで募ってたのもあるんですけどなんかそれご夫妻なんですよ。でそれが霊障なのか何かが分からないけどどうしたらいいんですかみたいな相談が来てっていうのがそのまあざっくりというとね何て言ったらまあ事故物件ってよくあるじゃないですか。まあ僕らだとよく聞くじゃないですか。ただなんか僕も知り合いの不動産屋に聞くとその事故物件ってこうまあいわゆる上を建て替えて売ることってめちゃくちゃあるんですよみたいな。でそれは安く買えるし土地だけそのまんまで上替えたらもう事故物件でもないんで結構売れるんすよみたいな。なんでまあその場合って告知もないですしなんか調べても出てこないみたいな。だそういうとこに住むのがちょっともしかしたらもう調べきれないですけど怖いのなという話 でその方が同じまあそういう条件のところに住んだと、まあ、土地はもともとあってで新築で建てられたとで、まあ、安かったから買った、まあ、本来はその過去のことは分からないはずなんですけど、まあ、その不動産屋さんが結構そういう話を気さくに、まあ、自分もあんまり信じてないタイプだったんで軽く聞いてたら話してくれたみたいな、まあ、昔ちょっとあの無理心中があったらしいとなんですけども上は取り壊して新しく建ててますから、まあ、そこは本当のことじゃないと思いますけどそういうことしたらもうまあ出ないんすよみたいなほんまかいなって僕は思うんですけど、うん、まあ、それであじゃあまあ別に僕らもそこまでそういうのを怖がるタイプじゃないんで妻も僕もって言って住み出したって言うんですよ。で、まあ、実際住んでみてやっぱ何にも起こらないというか住んでて何かの声が聞こえるとか姿が見えるってこともないんであこれは全然大丈夫だなって本当に1戸建てでね2階建ての家でもうこんな値段であんのっていうようなところを2人で心地よく住んでた。でまあしばらくするとこう近所の方とも仲良くなってきてこう会話がねいろいろするようになるんですって。するとなんかしばらくしたら奥さんが今日さ変なこと言われたって言って何って聞いたらその赤ん坊生まれたのみたいなこと言われて、うん、生まれてないですよみたいな、うん、そんなことそんな急に聞いてくる人なんかいるんだねみたいな
いやでもなんかねその聞いたら声が聞こえたから生まれたのかなと思って、なんかもしそれだったらお祝いでも送らなきゃみたいなこと言われたんよみたいな。いやでもね生まれてね、それ最初に言ってたそのなんか霊障っていうのが私たちは分からんけど周りには聞こえてんの、うん、あるんだって。まあその時ではそんなにね自分もそんな被害に遭ってないですからちょっと楽しいというか本当にあるんだねって、むしろちょっとテンション上がって聞いてたみたいな。でまあしばらくしてもなんかまた別の人が昨日だいぶ泣いてはったけど大丈夫疲れてるでしょみたいな、寝れないでしょあんなになったら、いやないんです、それ言われたことあるんですけどうち子供まだできてないですしみたいな、また言われたよみたいな。その頃はそうやって楽しく喋ってたぐらいでよかったんですけど、僕はあのまだ妻にも言えてないんですけど最近変な感情が起こるんですよねって。それがまあ僕妻と寝室で2人並んで寝てるんですよ、1個のベッドで。今までそんなこと思ったことないんですけど、妻が先に寝た時にふとこう身をバッと妻の方向けて乗り出して妻の顔を見た時に頭にどうしても浮かぶことがある。この妻を例えば急に俺が全力で首を横にブチッてなぎ倒したらどうなるんだろう、首折れるよな、首折れたらどうなんのやろ、血の泡吹いて死ぬんかな、それって妻からしたらどんな風に見えんのやろ、なんで私にこんなことしたんとか、意味もわからないままだんだんと視界が暗くなっていって意識失うのかな、そんな時妻ってどんな感情になるんだろうとかめちゃくちゃ鮮明に考えちゃうんですよ。また別の日は妻がまあ寝て仰向けで寝てたんで、これ例えば本当に僕がこのベッドヘッドに乗り上がってジャンプしてあばらの上に飛び降りたらどうなるんだろう、一回で死んじゃうのかな、でもあばらぐらいだったら一回で死なないんかな、続けて僕がその妻のあばら骨を踏み続けたらどうなるんだろう、必死で逃げるけど途中でまたなんでこんなことされるんだろうっていう目で僕を見ながら意識を失っていくのかなとかっていうのを毎晩考えちゃうんですよ。でこれ最初のうちはあ、こわ何俺考えてんねんって思ったんですけど、それがずっと続くんで僕ちょっと怖いんです、自分でこのままやったらなんかやってしまいそうというか本当に試したくなるような気がするんですよね。で僕それを聞いてその霊障なのか何が事故物件ってことなんですかねって言うんですけど、いや僕もその霊能力者じゃないんでわからないですけど、そのお祓いとかもした方がいいのかもしれないですけど、それ以上にさっき引っ越した方がいいですよそんなところって、うん、例えばそれが実際に霊のやつで払って消えるかわかんないですし、もしかしたらその払えない可能性もあったり、あなた自身がもしかしたら心の中に持ってる何かが出てきてしまってるかもしれんみたいな、うん、まあそうですよねって。で引っ越して消えたら、まあ、それは霊障やったかその土地にいたものか知らないですけど、まあ、そのせいって後で答えが分かったらいいじゃないですか。いやそうなんですよね、まあ、言ってみます、ただ言うにしてもちょ妻に何て言ったらいいんでしょうねみたいな。これ普通に、まあ、泣き声とか聞こえてても大丈夫って言いながら住んでるのに急に引っ越そうって言ってもなんで新築で綺麗なのにってなりますし、まして自分がお前のことを俺殺しそうなんよって言った場合、引っ越したとしてもその後夫婦関係続かないんじゃないですかみたいな、どうしましょうみたいな。いやでもこればっかりはこうどうしようもないというか、いやもう自分ももう赤ちゃんの姿声が聞こえるようになったみたいなことにして、とにかく引っ越すっていうので押し込むというか決めるしかないんじゃないですかみたいなことを僕伝えたんですよ。だからまた数日してこの DM 返ってきて引っ越すことになりましたって、あじゃ あ伝えたことが了承してくれたんですねって、いやそれもまたちょっと違って、僕がこの家ちょっとあの変やから引っ越そうかなって一言言っただけで妻もそうしようって言ったんですよ。ほんで聞いたら妻も僕の寝顔を見てたらその僕を殺したくなるっていう衝動が浮かんでたそうで、もう話した時点で2人で何もそれ以上深く話すことはなくすぐに引っ越すことにしたんですよね。これって事故物件というかその場のせいだったんですかねっていう話を聞かせてもらったんですよ。でこれなんかこういう話って他にあるのかなって調べたら、僕も埼玉県のとある場所ですよにまあもともとそういう
競馬場みたいなとこがあって競馬場跡があるらしくて、その後に作られたマン、まあ、アパートがあるんですけど、そこに住む人がもう毎回頭が狂って事件を起こして住み替えるというか、まあ、そこで霊を見たとかじゃなくて頭がおかしくなって引っ越しを繰り返すっていう家があるそうで、ってことはその建物じゃなくてその土地につくっていうのは消えないものなのだなと思ったという話ですね。なるほどね。あるか、ね、京都の方で聞いたことありますね。あ、そうなんですか。まあ、場所を言うとさすがに言えないですけど、はい、ちょ中心からちょっとずれたあたりの、だからこれでだから自分がそういう衝動に変わってしまうっていうのも、まあ、取りつかれた状態というのかなんていうか、だからそうなるとそもそもね、ちょっとこれもお話した時にあの相手の方から会談として聞いた時に違う方から聞かせてもらったんですけど、じゃあその前の無理心中が起こったっていうのももともともしかしたらその例とかじゃなくて土地についてる何かが無理心中を起こさせたんじゃないかみたいな。このお話はですね、僕あの YouTube をやっておりまして、で皆さんからの投稿会談をご紹介するんですけれども、その中に送られてきた一つのお話なんですけれども、とある男性の方がいらっしゃいまして、この男性の方が高校生やった時の体験談なんですね。でいつも同じ時間帯の同じ電車に乗って、まあ、いつものように座っているんです。で座っているとふと視界に入るのが、席も空いているんですけれども、なぜかドアのところの端っこに立って外をぼーっと眺めるおばちゃんが一人立ってるんです。でこのおばちゃんっていうのはしょっちゅう毎日のように見るんですよ。だからなんであのおばちゃんっていつも外見てるけれども座らへんねやろう、空いてる席いっぱいあんのになってちょっとだけこう違和感を感じてたことがあるんですね。でその日もですね、まあ、電車に乗り込んで、まあ、いつものように座ってバーッと見てみると、やっぱりこう窓のところドアのところに立っているおばちゃんがいて外を眺めているんです。そんなに見るもんあるかなと思いながら、まあ、いつも通りスマホを触ってたらしいんです。で電車がですねちょっとトンネルみたいなところ入った瞬間にですね、あのパッと視線をたまたまおばちゃんの方を向けたらですね、あっと思ったんです。これおばちゃん外見てるんじゃないんだっていうのが分かったんです。これ何かと言ったら、トンネルに入ったら真っ暗になって窓ガラスが反射するんですけれども、反射したおばちゃんと完全に目が合うらしいんです。で目が合った時にうっと嬉しそうに笑ってるんですよ。でこのおばちゃんは外を見てるんじゃなくて窓ガラス越しに自分を見ていたんだっていうのを気づいたらしいんです。これやばい、気持ち悪いなと思いながらも、まあ、次の日もまたいる、次の日もいるっていうのがあって、でちょっとおかしいなと思ったのが、学校を完全に遅刻した時があったらしいんですよ。いや今日遅れてしまったなと思って電車に乗り込んだら、電車に乗り込んだのに遅れているのにそのおばちゃんはやっぱりいるらしいんです。なんでこんな遅れたのにもこのおばちゃんいるんだろうと。で今度は早く出た時もそのおばちゃんはいるんです。でちょっと待って、気持ち悪いなと、これもしかしたらストーカーされてないかって思い始めたんですね。でお母さんに相談したら、ちょっと怖いしあんたバスで行きなさいって言って、まあ、定期もったいないけどバスで行きって言ってバスに乗ったんです、まあ、これで安心やなと思ってパッと座ったら目の前におばちゃんがいるんですよ。でこれを見た時にもしかしたら盗聴もされてるかもしれないなと思って怖くなってお母さんにまた言ったんですよ。でお母さんがちょっと心配やから明日電車についていくわって言って、でお母さんと一緒に電車乗ったんですよ、まあ、ちょっと高校生から恥ずかしいなと思いながらもね、お母さんについてきてもらって乗ったんです。で乗って座った瞬間にお母さんがあのおばちゃんやろってすぐ言うんです。でそう、なんでわかったんって言ったら、わかったわかったって言ってその日は何も喋らずに学校行って、で家帰ってからお母さんがあんなちょっとあんたに言っとかなあかんことがあるわって言うんです。で何って聞いたら、あのおばちゃんな実はお父さんの元カノやねんと。でこれ結構別れる時揉めたらしいんですよ。で多分被ってる時期はないとお父さんは言ってるんですけれども、実際問題は分からずにもしかしたら被ってる時期もあったんかもしれないと。でもちょっと別れる時に非常に揉めてですね、でできちゃった婚やったから、お母さんがこう妊娠してお腹膨らんだ時にその電車にいつもいるおばちゃんがね、若い時にいきなりブワーッと走ってきて
お母さんの膨らんだお腹を指さして、それ私の子、それ私の子、それ私の子って言うんです。なわけはないんですよ。だってね、膨らんでるのはお母さんだし、これ逆やったらまだね、男の人やったら分かるんですよ。そう、俺の子じゃないかっていうのはもしかしたら分かるかもしれないんですけども、女の人っていうのは 100% ありえないんですけれども、それはもう本当に思い込んでいて、それ私の子って言ってもうしつこくつけ回されたらしいんですね。なのでちょっと警察にも相談して、警察から注意がいって、接近禁止命令っていうのが出されて、それ以降姿を見ていなかったらしいんです。で、十何年経っていまだにこうその高校生になった男の子を見ているってことは、もしかしたらずっと付きまとっていたのかもしれないと、これは怖いなってなったから、もう一度警察に相談したんです。で、警察に相談して注意を受けたらしいんです。で、これで安心だなと思ったんですけれども、それから数ヶ月経った時ですかね、あの家で、まあ、みんなで過ごしている中、お母さんが2階のベランダに洗濯物干しに行ったんです。そしたらギャーっていう叫び声が聞こえたんで、慌ててどうしたって言って行ったら、あれ見てって言うんです。で、それは裏に公園があるんですけれども、裏の公園からおばちゃんがじーっとこっちを見てるんです。で、ただこっちを見てるだけでも怖いんですけれども、そのおばちゃん木に首をくくった状態でこっちをじーっと見てるんです。で、そこで亡くなってしまったんで、まあ、残念な気持ちもあるんですけれども、正直ホッとした気持ちもあったらしいんですよ。あ、これでようやく、まあ、ちょっとストーカーっぽい感じのことはなくなるなと思って安心して学校に行っていたんですけれども、でもその電車に乗れば、まあ、ちょっと印象が強すぎたせいなのか、なんか違和感感じるなっていうのは見られてる気がするなっていうのをずっと続いてたらしいんですよ。それから数ヶ月経った時に電車乗ってて、たまたまトンネルに入った時にパッと視線を窓の方に向けたらですね、おばちゃんは立っていないんですけれども、完全に窓に反射したおばちゃんの顔がこっちを見ていたと。もしかしたら亡くなった後もストーカーされているのかもしれない、そういったお話です。いや、でもそう、今お話聞いてて僕もちょっと僕自身の体験ではないんですけど、はい、僕の結構親しい友人が体験したのをちょっと思い出したんです、はい、で、その彼、まあ、男性の方なんですけどね、まあ、ちょっと A さんとしていきますけど、はい、まあ、その方はあのいわゆるクラブの DJ とかもされてる方なんですが、はい、その方も昔ちょっと非常に奇妙な経験をしたと話をされてて、でそれが、まあ東京都内なんですけれども、一時期有名な心霊スポットとして、まあ、話題になってしまった、はい、とある、まあ、お寺の敷地なんです。はい、で、細かく言えないですけど、そこはもともと処刑場があったと言われている場所なんですけども、その A さんがですね、まあ20歳過ぎぐらいの頃ですかね、あのスケボーをよくやってたんですよ。でよくスケボーやる仲間内がいたんですけど、その仲間内で、夜な夜な練習をするんですけど、はい、そのさっき話したそのお寺というか、もともと処刑場の跡地だった、うん、その敷地のスペースを使って夜中スケボーの練習をしようということになったんですよね。はい、なるほど。でこれがですね、別に A さんがあのオカルト好きでそこを選んだとかわけというわけではなくて、はい、単純にこうちょうどいいこうその駐車場もあるんですけどね、そこちょうどいいスペースがあって練習がしやすいということで、はい、別にそのそれは心霊スポットが全く当時は知らなかったそうです。はい、単純に、ちょっとした駐車場の空き地のスペースと便利というです、ね、便利な練習にちょっと適した場所ということで、はい、4人ぐらいの友達でそこでスケボーの練習を夜してたらしいんですよ。はい、でしてたんですけど、まあ、スケボーの練習なんでちょっとしたこうトリッキーな技とかもあるわけですね。はい、スケボーでこうちょっとジャンプしたりとか、はい、でそれの練習用に、何でしょうね、まあ、ちょっとした障害物を作るわけですよ。はい、あの工事現場にあるようなこうその孔みたいなのあるじゃないですか、こう、はい、円錐型の、はいはい、でその円錐型を2つ並べて、その間に、プラスチックの硬いプラスチックのバーみたいなやつを棒をこう立てかけて、はいはい、スケボーでそこに向かってさーっと滑ってそこにジャンプして飛び乗ってその上をスーッと滑るみたいな、まあ、そういうちょっとしたトリッキーな技みたいなのを練習してたらしいですね。はい、で順番にスケボーでそのバーの上にこう飛び乗って滑るっていうのを4人でやってたんですけど、練習してる時にその A さんがですね、はい、ふとその駐車場の敷地、夜中も12時ちょっと過ぎぐらいすましたね、その駐車場の敷地の端の草の村、草のこう草むらがあるんですけど、はい、そこをふと見たんです。そしたらその草の藪の奥に子供が立ってたらしいんですよ。へー。でなんか向こう向いて立ってたらしいんですよね。でしかもその子の衣装っていうのが
古いこの着物なんですよね。ほう、夜中にここに子供がいるのもおかしいし、あの衣装も変だって思ったんですよ。なんだろうと思って、で一緒にいた友達にちょっとちょっと、あそこに子供いるよって言ったんですけど、みんなでどこってふっと振り向いた時にはもういなかったんです。へえ。であれと思って、いやさっき子供が向こう見て立ってたんだけどなって話をしたんですけど、友達はもうそんな見間違いだよって話をされて、うんうんうん、あそうかな、でもあんまりにもクリアには見えたらしいんです。でまあ何となく釈然としなかったんですけど、まあ、気のせいかと自分に言い聞かせてまた練習を始めたんです。そしたらしばらくしてですよ、この普通にねこう練習をしてた時なんですけど、突然自分の右足からパーンって音がしたんです。えっと思ってパッと足見たら、スニーカーを履いてたんですけど、スニーカーの紐が縦にすっぱり切れて、その紐が両側にこうだらっと垂れてたらしいんですよ。で何これって思ってうーわって叫んじゃったんですよね。そしたらそれを聞いた友達がどうしたって寄ってくるじゃないですか。いや今ほら靴紐が突然縦に切れたんだ。したら友達もえ本当みたいな感じで見てるんです。したら見てる友達の一人の右足がパーンって音がして、見たらその友達の足の靴紐も切れてるんです。ほでこれまずいまずいってなったんですけど、怖かったんでしょうね、うん、いやこれたまたま切れただけじゃない、うんうん、まあ、偶然にしたち珍しいけど、まあたまたまだよ、弱ってたかなんか思い込んで、そう思い込んで、みんなでいやいやもうそんな気にせず練習しようって言って、はい、まあ気持ちをまた元に戻して、分かった分かった、じゃ練習しようかって練習をまた再開したんです。で A さんこうスケボーに乗ってですね、そのさっき言ってたそのプラスチックの棒の上、はい、滑ってそこに飛び乗ってターンってそこ滑った、その時にそのプラスチックの棒がバーンってすごい音を立てて真っ二つに割れたんですよ。へえ。こけちゃったんですよね。うわ。で A さんそのままこけたんですけど、はい、よくそういう時ってなんとなくこうスローモーションに風景が見えるって言うじゃないですか、はい、で実際その通りでうわーって滑って地面に叩きつけられる瞬間、見てる光景がすごいスローモーションに見えたらしいんです、 A さん。でその視線の先にそのお寺の境内というかお寺の建物に上がる石段が見えたんですけど、はい、その石段の一番上に男の子の生首がポーンと置いてあるのが見えたらしいんです、目があったんですよ。でうわいるって思った時に強い衝撃とともに A さん地面に叩きつけられて、うわ危ない。でもう一度見たらその首が消えてたらしいんですよね。何なんだろう。で今の何って言ったんですけど、これ非常に奇妙なのが、そのプラスチックの棒、はい、まるで刃物で切ったように綺麗に切断されたんですよね。何だろう。で当然それプラスチック素材的にもう切断されることはないんですよ。あの力が加わるとこうしなる、はい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 、しなりはするんですけど、よっぽどの力じゃない限りそんな風な折れ方しないんで、あの時あそこで見てしまったものっていうのはやっぱりまずいものだったのかなと。なんでしょうね、やっぱりその悪いしパワーがあるんでしょうね。そのなんか僕幽霊にもその能力がものによって違う、はい、でまあ悪さをするにもいたずら程度しかできないやつとかしないやつもいる中、はい、そういう実際にこうダメージを与えてくるという、で実際ねここ場所言っちゃうとよくないんですけど、その元処刑場っていうところはやっぱり今もねその慰霊碑も当然ありますし、はい、当時ねその、まあ、処刑をした後にその首を洗ったとされる井戸が残っていたりとか、なるほど、まあ、当然今はもうそういう、ね、お寺がちゃんと何でしょうねお祓いをしてはあるんで、はい、あの別に問題ないんですけど、この話はねちょっとあの取材をした時 の、まあ、その体験を話してくれた、まあ、男性の方、まあ、ちょっと私の若い方だったんですけど の、 その話し方というかなんかこうなんていうか伝え方がすごい私思い出に残ってて、これね、階段集めてますって言います、そういう話から話した中でちょっとこれ怪談って呼んでいいのかどうか分かんないんですけど、実は私こんなことあってっていう時から何か気まずそうな感じの表情で、で何ですかって言ったら、いやこれ人に話すの初めてなんですよね、だから変な話だからちょっと人に言える話じゃなくて、あ私そういうの集めてるんでどうぞどうぞって言うと、あじゃあちょっと聞いてくださいと、
これがね、まあその男性の方、進むくんにしますか。進むくんがね、高校時代の話なんですけど、高校時代のね、ある時期ね、まあ、頻繁に同じ夢を見たというんですよ。でこれがどんな夢かというと、上から真っ暗な空間に自分はいる、立っている。すると上から白い髪がひらひらひらっと落ちてくる。で、あ、俺はこの髪を掴まなきゃと夢の中で思うんですね。だから、あ、掴もうと思ってひらひらひら、これをパッと掴む。で掴んだ時に、掴んだ瞬間に目覚めるんですよ。で、あ、なんか髪が落ちてきて自分が掴むのを見てるなと。で掴むとね、何かこう爽快感があって、目覚めた時にね、別に、あ、なんか掴めてよかったなって思うんですよ。これがね、頻繁に見ていく中に入れて、このひらひらひらっていうのが、ちょっとこう髪って実際落ちてくるとどこに行くか分かんないじゃないですか。そんな簡単に掴めるもんでもないんですよ。なんでひらひらひら掴めた、ひらひらひら掴めた、これがひらひらひらでずっと右の方に行ったら走っていって掴む、ひらひらひらとこう足元まで来たのにやっと掴むという、まあ、ここ髪の落ち方がすごい掴みにくくなってきたんですね。そうするとね、あ、やっと掴めたと思いながら目覚めるけど、しんどいなと思ったんですよ。夢とはいえ、この掴まなきゃいけないっていうこの脅迫観念で、この落ちてくる髪を掴む夢、あんまりいい夢じゃないなと。最初の頃掴んで、掴めた、やっただったけど、だんだんなんかちょっと嫌な夢に思えてきたっていうんですね。でもこの夢あんま好きなの 見たくないなと、面白くもないしっていうふうに思い始めても、やっぱしばしば見るんですよ。まあまた髪落ちてきた、拾わなきゃ、あっちか、パッ、あっちか、パッと起きて、あ、嫌だなと、まあ、そんな風にね、ただの悪夢ではあるんですけど、嫌だなと思いながら過ごしていく中で、ある日ついに髪をつかめなかった日があるんですね。ひら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 、あ、落ちてきた、落ちてきた、あ、でもこれどうやってつかむんだ、つかむんだと思う時に、ポトッとも床に落ちちゃった。で夢の中で落ちた、あ、落としちゃった、残念と思って拾ってで、パッて紙、落ちた紙を見るんですね。見るとそこに名前が漢字でフルネームで書かれてるんですよ。で、あ、名前だ、これクラスメートの男の子の、まあ、仲間ですね、そのクラスメート、友達の名前が書いてある、あいつの名前書いてあるじゃんと、 あいつの名前書いてるんだと思ったとこで夢から覚めたと。で夢から覚めて、その日学校行きます。行くとその名前書いていた彼が登校していない、休んでるんですね。あ、休んでる、夢の書いてたのあいつ休んでるな。朝、担任の先生が鎮痛なお持ちで入ってきて、何々くん事故で亡くなりました、ってザーッと交通事故で車に轢かれて亡くなったという報告があって、その後これから全校懲戒があって、校長先生からもそういう話があると、すごい悲しい全校懲戒があって、あの何年何組何々君がっていう報告、みんなうわーってなってる中、自分は夢でその名前を見てる、しかも掴めなかった、落としてしまった、その日にその報告を受けてるんですね。私あれ掴めなかったから死んじゃったんですかねってすごく困ったような顔で私にこの話を聞かせてくれていました。まあ、よくね、インタビューをして、でその後調べ物をして書くというスタイルでずっとやってるんですけれども、これも電話インタビューで聞いた話なんですけどね、まあ、私の実家のある八王子の方のあるお家
で、私に話してくださった方は私と同世代の男性なんですが、その方が中学校の2年生14歳の時に、そのうちに引っ越してこられた。お父さんが家を、ね、建てたんですね。土地を買って家を建てた。でそこは新興住宅地の一番端っこでした。で、家 の、 斜面に建ってるんですね。で斜面に立っていて、家の裏側はいきなり山の斜面がこうそそり立っている。でそちら側にはもうね家が建たない感じで、ある種こう山のねこの、雑木林が借景のようになっていて、庭のように窓を開けるとそっち緑がわっと見える。で反対側の方のこの窓を開けるとそうするとそちらはね高台にあるので、遠く向こうにねなんか桜の大きなね八王子の方ね実験林があるんですね。こういわゆる試験林とか実験林と言われるようなこの木の研究をしている研究所がありまして、そこが桜をね1700本も植えてるとこがあるんですよ。でそれがねバーッとね遠くに見えるんです。で間はねこうね住宅街があるんですけど、住宅街ってもそんなに大きな住宅街じゃないから、そちらの桜のその林の方もそう遠くないんですね。だから春になると素晴らしい景色なんですよ。で周りに高い建物ないから空は広いですしね。でそのうちっていうのは都心の方の高段の団地から引っ越してきたんです。だから私に話してくれた彼14歳の時にそこに来た時はなんていいとこだろうと、ものすごい開放感がある、景色がいいし空気がきれいだしいいとこに引っ越してきたなと思った。でところがですね、その引っ越してきたら早々にねちょっと不思議なことが起こり始めたんですよ。まずね本当ね越してきたのがちょうど桜の季節でした。でそれでその春休み中ですね。だからこの片付け終わってすぐ新学期始まったんですね。で新学期始まってで学校から帰ってきた。でそしたらね家帰ったらねすごい大きい音でテレビつけてるんですって。でえなんだなんだと思って大音量で最大ボリュームでかけてる。でリビングのテレビなんですね。リビング行ったらね誰もいないんですよ。あれと思って、でお母さんって言ったらお母さんがはいって台所の方から返事する。あなんだ帰ってきたのって、なんでこんな大きい音でテレビつけてんの、ちょっとボリューム低くするねってボリューム下げる。そうするとお母さんがねお帰りとか言ってまた台所の方にふっと行っちゃって態度がおかしい。え何だろうと思ったら天井でキュイって音がする。えなんか今何動物何キュイえあそうかお姉さんがいるんです。あ姉貴帰ってきてるんだ。でお姉さんは引っ越してきた時にやっぱりお姉ちゃんはね、高校に進学だったかななんかだったんで進学祝いでこの子供の時から使ってたこの学習机みたいな昔あるじゃないですか、学習机と椅子みたいの、大人っぽいものに新調してもらったんです。でビジネスチェアみたいなの買ってもらって、ところが新品のビジネスチェアがこれ新品なのに背もたれに寄っかかるとキューキューなるとかってお姉ちゃん言ってた。あそうか姉貴の椅子かと思って、でお母さんにお母さん姉貴も帰ってきてんの早いね、高校生だし、八王子市内の高校だったらしいんですけど、八王子市23区すっぽり入るほど広いだから、まだ帰ってきてないだろう。で自分の中学近いからね。ところがお姉ちゃんもう帰ってきてんのかと思ったら お母さん帰ってきてないわよ、でもなんか上で落として姉貴の椅子じゃないの、あんた2階見てきてよっていう。えどうしたの、なんか鳴るからちょっと、あだからテレビの音を大きくしてたのか、お袋怖がってと思って、分かったちょっと見てくるよ。で彼はね動物かなと思ったらしいです。そのあたりってね何しろ彼の家の裏山ですしね。でその山はねずっとね相模原のまでつながってこうとねずっと深い山なんですよ。だからこう学校のね通学路の途中にも看板があって、そこになんかイノシシ注意みたいな、猿が出るみたいななんか出て動物のこうかで、だからなんかいるのかなと思って、で2階に上がった。そしたらね動物いない、で誰もいないんです、お姉さんもいない。ところがねキュイッと音がして、椅子の背がふっと、誰も座ってないビジネスチェアの背がふっと後ろに下がったと思ったら座面がくるーっと彼の方を向いた。でうーわっと思ってびっくりして、で下にドタバタ降りてきて、なんだ今の幽霊
って思ったらしいんですけど、それが一番最初で、そこからはまあ起こるは起こるは次々いろんなことが起こる。例えばある日お姉ちゃんが、まあ、帰ってきたら、そしたらお姉ちゃんの部屋の窓にこうね、手の跡がついていた。で、手のひらの跡がペタッとついても自分の手の跡かなって思うじゃないですか。でもね、逆さまで、さらにすごく大きい手で、さらにその逆さまの手の跡が窓のうんと上の方についてた。おかしいじゃないですか。で、それでお父さんお父さんって、もうお父さん帰ってきたんで、お父さんこれついてたって、お父さんがなんか侵入者かもしれないとか、ベランダ見てみるみたいな。で、窓開けて、でも誰もいないんですね。で、よく見たら手のひらの跡が内側からついてたんですって。おかしいでしょ。どうやって天井に張り付いて逆さにこう手当てるんですかね。で、そうじゃなきゃ手の跡なんてつきようがないのに、変っていうことがあったり、まあ、お父さん出かけたと思って帰ってきたと思ったら、見に行ったら誰もいないのに、明らかに玄関 のドア開けて誰か入ってきた、音だけはしたとか。で、そういうことが、まあ、次々起こる家なんですよ。で、ついこの間も私がお風呂入ってたら、後ろの戸、ね、がスッと開いて、おおって言われたから、あ、親父がなんか、おお、こんな帰ってきたのかみたいな風な、なんか言ったんかなと思って、もう親父も最近年なんでみたいな。ところが見てみたら誰もいないし、そういえば親父階段登ってったら、階段の上で落ち武者見ちゃったことがあって、怖がって明かりつけないでは絶対廊下や階段が歩かないんで、あんな暗いとこから覗くわけないんですよね、みたいなお話だったんですよ。で、へえ、怖いですねって思いながら、で、家のロケーションとかいろいろ聞いて、何か気がつかれることはって、そういえば僕の部屋、彼の部屋ですね、子供時代に最初に使ってたお部屋、まあ、今は彼の息子さんとかが使ったりする、でその僕の部屋なんですけどね、こっち山です。で、こっち側のドア開けると、階段の踊り場のとこにある窓がちょうど真正面に見る。で、このそっちの踊り場の方の窓から外を見ると、向こうに桜の林が見えるんです。それをそう伺いましてね、でもね、おかしいんですよ、その桜の林とこの自分の家の間のこのおむすび線っていうのが全部開いてるんです。空いてる、どういうことですか。どの家もここの直線上には立ってないんです。全部どいていて、道が空いてるわけではないのに、空き地だったり道路の一部だったり駐車場だったり、とにかく建物が空いてない、太いまっすぐな直線がダーッとその林の方に向かってある。で、これが自分の部屋を階段の踊り場や自分の部屋を突き抜けて後ろの山までつながってるんですよね。ここは僕の家以外は何にも立っていない、もう大砲の弾がドーンと通った後のように、全ての建物がどいているまっすぐなラインがあるんですよって言って、なんか霊道みたいだなと思って、何かそれ霊道がこの直線上通ってるんですかねって言って、でいろいろ詳しく聞いたんですけど、そしたら山は八王子城跡の山で、で向こうの林の方は都鳥古戦場という古戦場の跡なんです。で、古戦場跡とこの城跡、こっちも古戦場ですけどね、お城の跡もを結ぶライン上が何にも立ってないですって、っていうか見ましたけど、不思議ですよねっていうお話。ですね、ちょっとこのお話もそう、まさに今の流れから続くんですが、あるクラブで、青山にあるとあるクラブで聞かせてもらった話なんですよ。で、その時確か僕はまあ DJ でその出演する機会があって、で自分の DJ の前にお客さんとこう楽しくお酒を飲んで喋ってたんですよね。そしたらその時遊びに来てくれてた女性の方で、まあ、直美さんとしましょうか、直美さんという女性がいらっしゃったんですよね。でその方とこう酒飲みながら喋ってて、でそしたら直美さんがですね、まあ、私も多分いろいろね、こう階段マルチをよく振っちゃうんで、だからだと思うんですけど、その直美さんが、いや響さん、実は私の昔住んでた実家にいわゆる開かずの間があったんですよっていう話をしてくれたんですよ。ですぐ興味があったんで、それ詳しく聞かせてくれますってこう聞いたら、その直美さんがですね、地元は結構関東の近郊のエリアなんですよ。で、
まあ、その直美さんが暮らしていたご実家というのは結構築年数の古い一戸建ての木造の家だったらしいんです。2階建てで、で、まあ、1階は、普通に食卓と、リビングと、あと客室が一つあるんですかな、があって、で階段を上って2階に行くと廊下が1本あって部屋が2つ、廊下の突き当たりの部屋と手前の部屋っていうこの2つあると、まあ、そういうこの家に住んでたらしいんですよね。で小さい頃から特にお母さんの方が2階の部屋の廊下の突き当たりの部屋、あそこには絶対入っちゃいけないよって言われてたらしいんですよ。でなんかそこが半分物置のようなものに感じに使われてて、正直家族もほとんどそこを使うことはなかったそうなんですよね。でとりあえず母親はそういうふうに言うんで、直美さんは、まあ、そこには当然入ることはほとんどなかったそうなんです。でただ断るごとにその母親が思い出したように、あんた2階の部屋行ってないよね、あそこに絶対入っちゃいけないよっていうことを言うんですよ。でそれがまあもうずっと昔から続いてるんで、直美さんもあ分かった分かった、別に行くようもないしっていうような感じで母親と会話をしていたんですけど、ある時母親がポロッとおかしなこと言ったんです。またいつもの通りね、こうリビングで多分母親と喋ってたんでしょうね。そしたら母親が、あんた2階の部屋行ってないよね、あ行ってない行ってない、そこ本当に行っちゃいけないよ、あそこで何か見ても無視していいからっていうことを言ったんです。ちょっと意味深じゃないですか。気になりますね、はい。でなんとなく不気味に思ったんですけど、直美さんは、まあ、特にそれはあの昔からの話なんで特に気にはしてなかったんですけどね。直美さんが、確か中学入ったぐらいですかね、2階の部屋の突き当たり その入っちゃいけないという部屋ではなくて、その手前の部屋を自分の部屋として使い始めたそうなんですよ。でそこに勉強机と、まあ、ベッドを置いて、まあ、自分の部屋としてこう使っていたんですけれども、ある時時間帯で言うと、まあ、夕方ぐらいの時間って言ってましたかね、学校から帰ってで自分の部屋で、まあ、漫画でも読もうと思って家の階段を上って、で2階の廊下に出たんです。そしたらこの木造の廊下のその突き当たり、あの入っちゃいけないという部屋の扉が見えたんですけど、そこが少し開いてたらしいんですよ。で、まあ、特にそれがふっと目に入っただけなんですけど、なぜかその時直美さんそこに異様な気配を感じたらしいんです、で初めてそこ入っちゃいけないっていう昔から言われたことっていうのが妙に頭の中ですごい怖いものというか、そことリンク付けされてしまって、うわちょっと怖いと思った時に、半分開いた扉がゆっくりこうギーッと開いたらしいんです。で、え何と思って見てたら、開いてるその奥の部屋の隙間の向こう、そこから痩せた細い手がスーッと出てきて壁をパンと叩いたらしいんですよ。で、はっと思ったらそれスーッと引っ込んで消えたらしいんですよね。で、それがはっきりと見えて、直美さん思わずえって固まっちゃったらしいんですよ。でももうそれ見ちゃったんで、もう本当に怖くて、でその日以来もうその 2階の部屋、そこはもう極力使わないようにしてたらしいんです。で、あ多分これがお母さんが言ってたことなのかなって思って、なんとなくこうねモヤモヤしながら過ごしてたんですけど、そこからしばらくしてまた2階には、まあ、寝室でも使ってたんでね、夜直美さん自分の部屋で寝てたそうなんです。で寝て、まあ、布団に入ってこう寝てますよね。したら夢を見たそうなんですよ。でその夢というのが非常に奇妙なんですけど、ベッドに寝てるんですけどね、夢で見てる風景というのはまさに自分が今寝ている部屋なんです。でこう仰向けで寝てるんで天井が見えるわけですよね。で天井がまあ木造なんでこう木の板張りだったらしいんですけど、それがふーっと見えて、で木目がこう妙にこううねってるのが見えると。でそのまんまそこをじーっと見てる、そんな夢らしいんです。でしばらくしたらですね、突然寝ている自分のお腹のあたりにぐーってすごい圧力がかかったらしいんですよね。で、はっと思って視線をふっと目の前に上げたら、体の上に真っ黒な人影が
馬乗りになって座ってるんですよ。でその人影でしょうね、耳元でお前なんかいなきゃいいのにっていうようなことを言ってきたらしいんです。で次の瞬間その黒い人影が思いっきり手を振り上げて直美さんに向かって振り下ろすんですけど、その手にナイフが握られたらしいんですよね。でとっさにやめてっつって直美さん両手を前に出して防ごうとするわけですよ。ただその上げてる手にそのナイフがドーンって刺さって、でものすごい激痛とともにこう吹き出てる血のあったかみたいな、それがじわーっと感じて、でギヤって絶叫するんですけど、こう馬乗りになってる人影はなおもこうナイフをこうどんどん突き立ってくるんですよね。で直美さん必死に抵抗してそれを防ごうとする、でも手にそのナイフがドーンと刺さるんですよね。でそのあまりの痛みに意識がふーっと遠のきそうなその時にハッと気がついて、で夢から覚めたんです。であまりにリアリティのある夢だったんで、もうパッと起きた瞬間にもう汗びっしょりかいてて、はーってものすごいこう息が荒い状態で、あ今の夢だったんだと思って、持って思わずパッと手を見たら手が血で濡れてたらしいんですよ。でもうびっくりして直美さん慌てて下に降りて洗面台に行ってこう手を洗ったっていう、ちょっとそんな奇妙な体験談をこう聞かせてもらったんですよね。ここは手は本当にパックリ切れちゃって、でそれで不思議なのがその洗面台って手を洗ったら全く傷はついてなかったらしいんですよ。でもなぜか血もはっきりと出たらしいんですよね。だそれは一回あったんですって話を聞かせてもらったんですよね。うわなんかすっごいこう恨みを感じますよね。いやなんかそうですね。でもあれですね、ちょっと話変わりますけど、はい、結構梅木さんもあれですよね、冒頭にも紹介しましたけど結構心霊スポットやっぱり多数そうですね、行かれもスポットはかなり行きましたね、はい、だ最初もともと僕がその霊感もなかったんで、はい、霊っていうのはいるかどうかもわからないですし、うん、そのまあ見てみたいよねまずっていうのがあって、はい、いろいろ心霊スポット行ってたんですけどね。行かれる時はまあ、当然その配信とかの撮影もあったりするんですけど、最初ねしてなかったんですよ。だから YouTube をやるつもりもなかったんで、はい、本当にその会員もっと出ると思ってたんですよ。出るあっていうのはもっと心霊現象が起こるし幽霊に出会えると思ってたんで、はい、とにかく階段1個でも欲しいから、はい、なんか行ってなんか経験したいってなってすよ。こんな出ないのみたいなを経験して、はいはい、まあ後々その時逆に出た時ってめちゃくちゃ貴重なんやってなって、うんうんうん、ちゃんと動画に残さんとなみたいな。あ僕だからよく考えたら初めてその出会った幽霊に出会ったのが、うん、これね、うん、千葉の成田にある公園ってとこで僕初めて幽霊見たんですよ。はい、あ見たんですか。見たんですよ、はい、今考えたらそれが初めてあって、それが結構初期の頃に見たから、はい、今考えたらもっとそのがっちり取っとけよって思うんですけど、だ未だに覚えてますねそこ行って。そこが、はい、まあ公園って言ってもかなり広い公園で、しかも整備されてる綺麗な公園なんですよ、うん、で真ん中に池が大きいのがあって、はい、その周りにちょっとこう森みたいに木が茂ってて、はい、なんか草もねくるぶしぐらいの草がわーっと生えてて、まあところどころ大きく舗装された道路が走ってるんですよね、うん、でそこをまあ人が歩くんですけど、僕が行ったのがね11時ぐらいなんですよ。で大きい公園なんですけど周りに大きい道路がもう四方を囲むように走ってて、うん、でその横に団地が並んでるんで、はい、11時とかぐらいに行くと全然人が歩いてたんですよ、はい、まばらですけど、まあなんでしょうね 5分6分に1人2人はバーって通るっていう状況があって、うん、だからもっと夜来たらよかったらなって思いながら、まあ、僕行って、で一応その時って配信もその時はやりましょうかってことになってカメラがあったんですよ、はい、で僕の一人に霊能力がある女性のアシスタントの方がいて、でちょうどその池の周りをバーッと歩いてて、で未だに覚えてますね、そのカメラマンの人の後ろが歩道になってたんですよね、はい、でカメラマンの人が、まあ、後ろ向きにこっちを撮ってて、で僕その女性の方って言って、で左手にね木が生えてたんですよね、はい、でそれが太ももぐらいの太さの木が途中でこう二股に分かれてる木やったんですよ。でまあ
幽霊が出ると言われてる池っていうのはこの右手にありますからね、そっちの方行った方がいいかなみたいなっていうのをちらっとこっちの池見て、でもう一回あの逆って何もないっすよねって言いながら左をまたパッて見たら、スーツの男性が立ってたんですよ、恰幅の言い方が。なんか顔がまん丸なんだけ一瞬見えて、あーと思って人がいると思って、で僕がこっち向いたせいでカメラマンの人がそっちをこう映そうとしちゃったんで、あ配信とか撮影ってとりあえず顔が映った後あと面倒くさいことになるかもしれんからって言って、その人とカメラマンさんの間にこうやって僕は入るようにして、いや、こっちより多分池の方が出るんで池の方に回っていきましょうって言ったんですよ、はい、だからカメラマンの人がこのカメラをバッて向こうにパンしてくれたんで、はい、あよかったこれで映ってないやろ今の角度なら、うん、と思ってパッて見たらいないんですよ。えっと思って、で僕さっき言ったみたいに、あいやこっちはあれなんであの池のあっち見ましょうか、このぐらいの秒数ですよ、はい、でさっき言ったようにくるぶしぐらいの草しかないんで、はい、どっかに隠れられるとかもないんですよ、うん、え、ほんの 1,2 秒で見えなくなるぐらい走った、いやそんなことないやろ、で木の幹隠れられるサイズ太ももぐらいですから、うん、いやあれ無理やろ、えと思って、僕は初めての経験なんでうわーっとはならずに、あれ何、え、いたよな人って思ってたら、横の霊能者のその女性の方が、うん、ちょ梅木さんずっとその木のとこ見てますよね、スーツの男の人見たんじゃないですか、え、はい見ました、そのなんかこう恰幅のいいなんかふっくらした顔の人見ました、はい、やっぱり見えたんですね、あれが霊ですよ、今のですか、完全に人やと思いましたよみたいな、いやいやあれ首を吊った人ですよ、首を吊って亡くなった幽霊がそこに映ってたんですよ、え、いやだって恰幅のいいこんな男の人でしたよ、いや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 、あれ梅木さん多分ね顔しか見えてないんですよ、はい、あの人多分ね首吊った後しばらくほっとかれたんですかね、首を吊ったせいでここがうっ血して顔がパンパンに腫れてるから梅木さんは恰幅がいいと思っただけで、あれは首を吊って顔がうっ血した自殺した方の霊ですよ、うん、と思ってもう一回バッて見た瞬間、一瞬その人影がもう一回見えたと思った瞬間、俺目開かなくなったんですよ、めちゃくちゃ目が痛くなって、痛い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 って言って全く開かなくなって、その後2時間ぐらい生配信なんですけど、はい、僕目開かないし痛いからもう全く使い物にならない状態でその撮影終えて、終えた後もずっと痛くて目開かなくて、で家帰って、はい、まあ、一晩ゆっくり休んで朝を迎えたらゆっくりと目が開くようになって、それからなんていうの、同じようなこの痛さっていうのはなくなったんですけど、でも未だになんかね街中とか歩いててめちゃくちゃ疲れた時に一瞬その人の姿が見える時あるんですよ。でもそれは僕の中のいわゆるフラッシュバック妄想なのか、その人が未だに僕にもついてきてるのかっていうのが分からないんですけど、それを経験してよりこう、いや今のはどう考えてもいたし隠れれる場所もないってなったら、これはもう俺はずっとその疑ってたかもしれないけど、いやもうこれは信じるしかないなと思って、もうよりこうなんかもうなんていうんですかね、こう、はいはい、密接にとかもうそんな気にせず行けるだけ行こうと思って、いやでもすごいですよね。だからあの梅木さんがそれらしきものを見た、まあ、当然見たっていうのもありますけど、はい、霊媒師、あ、そのご一緒にいた方も当ててるわけですもんね、当ててるんですよね、今見ましたよねと、初めての経験ですよね、はい、そうですね、でスーツ姿で割とはっきり見えてるっていう状態ですね、本当に人がいると思って、はいはい、こいつなんでこんなとこ急に立ってんねんって、まあでもそうか、なんかカメラで撮ってると思って覗きに来たんやろうなみたいな、はい、もううわーとかじゃないですからね、はまあ人がいるわと思って、とにかく映ったらあかんと思って、はい、わざわざ
幽霊を隠しに行くという、はい、今考えたらなんてもったいないことをしてんねんって話ですけど、幽霊を体で隠しに行くという行動に出てしまって、まあいやでも本当に人だったら当然ね、こう顔配信で顔写しちゃうとよろしくないんで、はい、ってそういうふうにしますけど、逆にそうしてしまうぐらいはっきり見えてしまったっていうんですよね。はっきり見えたんですよね。はあ、なんかそう、あの僕もその聞いたことあるのが、はい、あのまあ、何でしょうね、まあ、諸説もちろんあるとは思うんですけど、はい、人のこの首の後ろ、はい、そこから何かこう霊が入ってくる、もしくは出ていくみたいなケースがあるらしくて、はい、で僕なんかも以前聞いた話、まあ、体験談なんですけど、はい、っていうのはそれ男性の方なんですけど、はい、やっぱ小学生の頃に、うん、何かやっぱこう何でしょうね、まあ、ちょっとこう話すとこれ長いんで、はい、まあ、今回ちょっと端折りますけれども、はいはい、夜実家で、ね、はい、寝てたら、はい、夜中にふっと目が覚めて、はい、で、あ、すぐ僕死ななきゃと思ったらしいんですよね。あ、ほう、自分の意思とは全く関係ないんですけども、はい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 、でその彼がそのまま、まあ、小学生の時ですけど、はい、むくっと起き上がって、当時あのマンションの確か8階か9、8階ぐらいかな、はい、に住んでたらしいんですけど、はい、起き上がって夜中なんですけど玄関から外に出たらしいんです。ほう、で意識はあるんですけど、はい、なんかそうしなきゃいけないっていうふうに自分で思い込んじゃってる不思議な状態らしいんですよね、うん、はい、で、あ、僕死ななきゃいけないって言って、うん、その外廊下マンションに出て手すり手をかけて、うん、こう飛び降りとするんですよ、うん、まあ、でもその時点で、あ、ここではやっぱ死んじゃいけないって思いとどまるんですよね、はい、で今度は非常階段の方まで彼スーッと行って、はい、あ、ここで僕死ななきゃいけないって思って飛び降りとするんですが、あ、やっぱりここで死ねないっていう、非常にこう意識はあるんですが、なんか自分の意思とは関係ない何かによって死ななきゃいけないと思い込んでる状態があったらしいんですね、はいはい、はあ、でそのまんま今度非常階段から1階下に降りて、はい、下の、外廊下から飛び降りとする、はい、でもやっぱやめる、はい、で今度またもう1回降りて今度6階から飛び降りとして降りるみたいな、はい、そういうのを繰り返しているうちにとうとうマンションの1階下まで着いたんですよね、はい、そしたら突然彼もう席を切ったように、はい、ダーって走り始めたらしいんですよ。走ってマンションの敷地バーン抜けて、はい、で夜の住宅を真剣に走ってるんですよね、うん、で走って気がついたら、はい、ある神社、これ結構有名な神社なんですけど、はい、ある神社の前に自分がいるんです、はい、で神社の鳥居の周りを3回ぐるぐる回ったらしいんですね。3回ぐるぐる、正確に言うと神社の鳥居の柱が2つあるじゃないですか、はい、あれの、右側の柱を、はい、ぐるぐる回ると、だから何なんだ、鳥居の中を3回くぐり抜けるようなイメージですね、はい、で3回ぐるぐるぐるっとこう回ったその直後に首の後ろから何かがこうブワーって出ていくらしいんですよ。おでその時はもうなんかもう嘔吐してる、吐いてるような状態っていうか、うん、でうわーってなんか首の後ろからなんかダーッと出てくると、うん、で下からふっと見たらそれが真っ黒な煙らしいんですよね。いやー、煙がブワーッと出て、俺見たのはあれかもしれない。もしかしたら何かが煙じゃないのかもしれないですね。あ、なるほど。その燃えた煙とかじゃなくて、はい、じゃなくて、はい、そう、でその彼も煙のような黒いものがブワーッと出てきて、うわなんだこれっていうところでもう意識がパッとないんですよね。で気がついたら家の寝室でパッと目が覚めたらしいんですよ。で、あ、これ夢かと思って、はい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 、で夢にした妙にリアルだし、うん、本当に怖かったって思ってパッと自分の足見たら、うん、裸足のままで泥だらけなんです。出た、やっぱ夢じゃなかったと。でその響さんがおっしゃってた、はいはい、勝手に自分の意思と関係ない行動になってしまうっていうのは、はいはい、僕経験があって、はいはい、これ4、5歳の頃俺はちょっと母に最近聞いて、はい、ちょっとあ、こんなことあったんだっていうので、はい、あ、僕もねこういう仕事っていうかさせていただいてるっていうのを知ってるんで、うん、なんか教えてくれたんですけど、はい、あんたよく無遊病になってたんですよって言ったんですよって、ね、言ってたんだよって。あ、そのお母さんが、はい、俺僕自身がお母さんにそう言われた、はい、はいはいはい、4、5歳の頃かなって言って、うん、であんたもう夜中パッと目が覚めるとどこに行ったか分かんなくて、で探し回ったのよみたいな感じで、はあ、俺としては覚えてないんですよ。で聞くとなんかこうなんか僕ん家平屋だったんですけど、はい、裏に畑があってその奥になんか知らないけどでっかいなんかちょっとなんかよくわからない木があったんですね、うんうん、そこにあんたはよく行ってなんかブツブツなんか言ってたんだよっつって、
で私らはそれをなんかそのいつもね、はいはい、こう連れ去ってちゃんと戻して熱してあげてたんだよって、はい、って言って、である日そのあんたがまた例のことを無遊病みたいな感じでどっか行っちゃってっから、はいはい、で多分あの木にいいんだろうっていうことで、で母の方がもう行って、はい、そしたら僕がぐーっと見て、明日大変なことになるよって僕が言ったらしいんですよ、はい、それは当時5歳とかですよ、はい、明日大変なことになるよって言って、はい、で僕が言って、僕はもう全然覚えてないですよそんなの、はい、で次の日あのちょっと両親が帰るのが遅くて、うん、で離れに僕らあのお風呂があったんですけど、はい、でなんかこう帰ってきてお風呂がバチャバチャ鳴ってんなっていう両親が思ったらしく、ガラガラガラって開けたら僕がパジャマのままあのそのままお風呂に入って、今にもなんかもう全部全身使ってもう溺れ死ぬような感じになってて、助けたことがあってっていう話してて、で僕そのなんか勝手に俺がパジャマのまま風呂に入ってるっていうのだけ覚えてるんですよ。はい、そう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 、そんなことがありましたね。完全に無遊病なんですけど、無遊病じゃないのかもしれないですね。でもちょっとわからないですよね、まあ、確かにあの無遊病ってその症状として、はい、まあ、あの寝てる間にこう動き回るっていうケースがあると思うんですけど、はいはい、何かこうそういうちょっと不思議な何かが入ってる可能性も、可能性がもうあったかもしれない。あ、でもそ、はい、ガンジさんじゃもう覚えてないと。覚えてないです。だからそのお風呂に入って今にもなんかこうね、はい、なんかもう大変なことになるよって、あ、そういうことかと思ってね、その俺が死んじゃうんだみたいな、はい、ちょっと間一髪みたいな感じだったんですって。はいはい、危な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 みたいな。いや、それ怖いですよね、はい、いや、もし仮にそれが霊的なものの仕業だとしたら、はい、明日大変なことになるよっていうのはガンジさんに取り付こうとしてる人が言わせてたっていう、言ってるかもしれない。そう、俺はそこら辺覚えてないんですけど、そんな話をね、はい、あ、なるほど、はい。まあ、僕の知り合いのある女性が聞かせてくれたんですけど、その方のお母さんってもう退職してるんですけど、ずっとあの看護師さんをされてたらしくて、最後に勤めた病院っていうのが、まあ、いわゆるこの終末医療を行ってる病院で、まあ、言ってしまえばね、この身寄りがない高齢者の方とか、まあ、さらに言ってしまえばもう家族から言葉悪いですけど見放されてしまったといいますか、そういう方が多く入居されてる病院だったらしいんです。でそこにある時、高橋さんという認知症を患った高齢の男性が入院してきて、で、まあ、あるベッドをね使うんですけれども、ある時期からこの高橋さん夜中になるとナースコールを押すと。で看護師さんがね、どうしたの高橋さんって言ったら、もう泣きじゃくってるんです。で何があったのって言ったら、もうね、高齢のおじいちゃんがもうおいおい泣きながら怖いって言うんです、うん、何が怖いのって言ったら、上から女が覗くんだと。うん、高橋さんのベッドの周りに、ね、カーテンが敷いてあるんですけど、この天井とカーテンレールの隙間から女がこう下を覗くんですよ。でそれがもう怖くて仕方ないと。でもね、まあ、認知症を患ってる方なので、いや高橋さんそんなことないんだからってなだめるんですけど、来る日も来る日も決まった時間になるとナースコールを押す。で、まあ、そうこうしてるうちに、この高橋さん病室が変わって上の階に行くことになった。で今までこの高橋さんが使ってたベッドには違う高齢者の方が入るんですけど、ただ不思議なことに、高橋さんじゃない別の方がそのベッドを使っても、やっぱり夜中にナースコールをして同じことを言うんです。上から女が覗くんだ、で黒い女の影だって言うんですね。でそんなことがこう何人もね、何人変わっても同じこと言うんで、次第に看護師さんたちの間でも何だろうねって話になる。とさらに、しばらくするとね、夜巡回する看護師さんたちの中にもその女の影を見ちゃったって人が続出するんですよ。隣のベッドの上に登って、つま先立ちになりながらね、このカーテンレールに全体重を預けながら上からぐーっと覗いてる
影っての何人の方も見てる。でもう病院中である気持ち悪いねって話になるんですが、この、まあ、体験者というかね、お話を教えてくれて、僕の知り合いのお母さんっていう人、実はすごく見える人なんですよ。でとっくにこのお母さん、その覗く女が何者かって気づいてるんですよ。これ最初に、まあ、そのベッドでね、女が覗くって言った高橋さんの奥さんなんですよ、うん、高橋さんが入院された頃って、まだねこの奥さんが、まあ、毎日のように看病に来てたんですけど、そのうちこの奥さんの方が先に亡くなってしまったんですよね。ただこの奥さん亡くなってからも毎晩旦那のこと心配で様子見に来てるんですよ。で人が変わってもね、このベッドが旦那が寝てたとこっていうものが残ってるんでしょうね。だから人が変わっても毎晩それを覗きに来るんですよ。ただ何が悲しいって、当の高橋さん認知症進んじゃって、毎晩覗くその女が自分の奥さんだってことにすらもう気づかないんです。っていうことがあって、もうあまりにそれが辛かったので、結局このお母さんその病院を辞めてしまったらしいんですよね。なんかこれ聞いた時にね、旗から見ればその夜中ね、黒い女の影こう上から覗く怖いっていうイメージ我々持ちがちだけど、実は一歩踏み込んでその真相した時に、真逆というか、実はすごく愛の、ね、現象というか、愛情の現れだったりする場合もあるんだなと思いましたね。いやでもそのご家族に霊感があるって、はい、その僕からしたらすっごい羨ましいというか本当ですか。いやその、まあ、正直ね、うち私の僕のその家族両親含めてですけど、はい、全く霊感とかないんですよ。あ、なるほど、はい、むしろなんかお化けの話とか、全くと言ったと興味がなくてなんで僕生まれたんだって話あるんですけど、だからすごく羨ましいですけどね。なるほど、はい、だから僕はもうその幼少期に母さんが見えただったり、うん、姉ちゃんがなんか体験したみたいな話を聞くのが本当に怖くて。じゃああれですか、こう幼少の時とか家族で過ごしてても、でまあお母さんとかお姉さんが、いやちょっとさっきあんなことがあってさみたいな、いやなんかそのボソボソということとかが、マジっすか、なんかめっちゃ羨ましいあったりしたんで、はい、だから本当なんかそういう本当短いあれですけども、例えば家の内見に行くと、引っ越しの時とか、引っ越しの時の家の内見に行くってなった時に、はい、まあ、何軒か見てって、母さんとか姉ちゃんがこう、この部屋、部屋は大きいけど収納少ないよねとか、収納広いけど一部屋少ないよねみたいなのをこう、はい、全部の収納開けてこうやってたんですよ、何軒も何軒もずっと、はい、で何軒目かの時に、うん、まあ、不動産屋さん、母さん姉ちゃん僕の順番で階段を上がってってる時に、母さんが後ろ振り向いてゴニョゴニョって何か言ったんですよ、うん、に対して僕の目の前にいる姉ちゃんの分かってるっていう言葉だけ聞こえたんですよ。でも僕はその母さんの言葉までは届いてないんですよ、最後尾なんで、うんうん、でそのまま階段上がった上り切ったところに、なんか観音開きの押し入れみたいなのがあったんですけど、二人ともそれスルーして部屋の中入ってったんですよ。でさっきまで押し入れとか襖とかクローゼットとか全部開けて見てたのに、チェックポイントですね、はい、それを見なかったんで、あ、見落としてると思ったんで、俺が開けてここチェックしといてあげよう、俺がそのための最後尾だと思って、そこに取っ手に手をかけた瞬間、その部屋の向こうから母さんと姉ちゃんのやめなさいっていう声が聞こえてピタッて止まって、結局そこを開けずにこの部屋を出たんですよ、はい、言ったら母さんに、本当にあんたは何も分かんないんだねって言われて、どうやらその中にいたらしく、開けたらバッと出てきちゃってたよっていうのを、あそこ開けないでねって姉ちゃんに言った時に、姉ちゃんも感じてて分かってるって言ってたのを、いやそんなもん絶対に俺に言えよって話なんでその何その見える者同士でやり取り済ませてんだよって話、意思疎通というか、はい、二人とも分かってたってことですよね。だから僕だけはもう全く分からずにそれを開けようとしてたとか、だからそういうような細々したこととかあったんで、うん、いやもう勘弁してくれよっていうのを幼少期の頃はずっと言い続けてたタイプの子供だったんですよ。でも確かに分かる人は分かるって言いますよね。いやそうなんですよ。だ結構その僕の知り合いの方でも、その人は霊感はないんですけど、はい、やっぱ引っ越しをするとき内見に行くと、はい、時にその方の友達に結構そういう霊感強い方がいて、はい、毎回その友達を誘って内見に行くっていう人は一人いましたね。
やっぱそういうのを見てもらうと、はい、なんかあここやめた方がいいよってやっぱ助言してもらえるみたいなのがあるんでしょうね。そうみたいですね。うん、だから何でしょう、その友達の方のもうそこまでで、なんていうんですか、お祓いとかできるわけじゃないんですけど、はいはい、少なくとも内見とか行った時にはここがいい場所なのか悪いものがいるのかとやっぱ分かる方がいたらしくて、はあ、だから結構やっぱそういったのってあるのかなとちょっと思いました、ね、いやなんでまあ母さんと姉ちゃんが行けばまあちょっと百人力じゃないですけども、うん、ある程度分かるのかなとは思ってはいるんですけども、はいはあ、なるほど、そうなんですよ。夜道を車で走ってて後ろに女の幽霊ついてくるとか張り付いてたりっていうね、怪談話、まあ定番だとは思うんですけど、僕人生で今まで2回遭遇してるんですよ。1回目なんですけど、まあ若い時ですよね、車の免許取り立ての時ですよ、まあ、男友達と女友達2人合計5人でですね、ドライブしたんです。で僕当時住んでたのは神奈川なんですけど、車でしばらく走ったら、まあ、海岸線すぐ行けんですね。でその女の子の友達が1人、その海沿いに住んでた子だったんで、で夜景が綺麗なとこがあるから行こうよみたいなノリでドライブしに行ったんです。で行ったその夜景の見える場所、大きな駐車場なんですけど、小高い山の上にあるんで、まあねこう綺麗だったんですよ、夜景が。遠くはね江ノ島の方が見えるような感じで、こう海岸線がバーン見えてすごい綺麗だったんです。でその夜景を見た後に車に戻って、まあ帰り道ですよね、僕助手席だったんです。で男友達が運転してて、でももう一人の男友達が僕の後ろに座って、で女の子2人がこう後部座席に乗ってるような感じだったんです。そしたら真ん中に座ってた後部座席の女の子がこんなことを言い出したんですよ。ねえ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 、さっきの夜景見えるとこ超綺麗だったでしょ、あんな綺麗な夜景見える場所なのに、あそこ心霊スポットらしいよ、噂があるんだけど、なんかあそこに夜景を見に行った帰り車走らせてるでしょ、そしたら車の後ろのリアガラスのところに女性がひっついてくるらしいよ、そんな噂話いきなりしてきたんですよ。みんなやめろよみたいなノリですよね、いや怖いじゃんみたいな。でねその女友達続けるんです。でその女がついてくるらしいんだけど、そのまま車走らせてしばらく進んでいくとトンネルがあるんだけど、そのトンネルに入ったらその女ついてこなくなるらしいよ、そういうふうな話をその女友達してきたんですね。でみんなねやめろよみたいな空気の中、僕ねずっとねしばらく体勢こんな感じでね、ルームミラー僕ずっと見とったんですよ。僕確信しました、その噂話噂じゃないな、ほんまやな、だって僕ルームミラー越しにリアガラスに張り付いてる髪の長い目真っ黒の女見えたんですよ。ルームミラーでねちょうど見えたその女、こんな感じでね顔半分だけ見えてるんですよ。噂通りのことが一つだけありました。トンネルの中入ってトンネルから出たらその女消えたんです。そして2回目、僕の後輩芸人と一緒に魚釣り行ったんですね。で僕魚釣り好きなんで当時ですね、夜釣りに行ったんです。で夜釣りに行きまして、で静岡のね南の方まで行きました、下田の方です。でねそっちの方夜釣りとか盛んなんですよ、結構行ってたんで、あのいつものね、釣りポイントついて、普段だったら先客たちいっぱいいてるんです。でもその時は先客いなかったんですね。でその時3人で行ったんですけど、後輩は防波堤の手前の方で釣ったんです。でその防波堤が沖の方に伸びて、でその先に小さい灯台があるんです。僕ともう一人の後輩はその灯台の麓で、釣り糸垂れてました。でねしばらくして
人がいなくて釣りやすいなと思ったんですけど、だん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 ね海荒れてきたんですよ。どうする、そろそろ帰るみたいな会話した時に、ちょうど手前の方で釣ってたその後輩が目に入ったんですね。そしたらその後輩がなんか知らんおじさんに話しかけられてるんですよ。でもね、あの釣りの時ってそういうおじさんよくいるんです。釣れますかみたいな聞いてくるおじさん、多分それやろうなと思って。でもだんだん海が荒くなってきたんで、もう帰ろうかいうね話になったんで、その手前の方で釣ってた後輩のところに戻ったんです。で車に戻る時にその後輩が言ってきたんですけど、さっき僕おじさんに話しかけられたじゃないですか、めちゃくちゃ変なこと言うんですよね。そう言いながら車に乗り込みましたよ。で車を走らせて、でしばらく走ったら、さっきの話の続きなんですけど、あのおじさんが言ってた話、怖い話だったんですよ。怖い話、何それ。ね、僕とね運転手のやつが聞きましたよ。そしたらそのおじさんが言うには、あの場所で釣りしていると灯台あるって言ったじゃないですか、その灯台がこう照らしているこの明かり、このぐる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 回ってる明かりをしばらくずっと見ていると、海の上に女性の幽霊が立ってるのが見えるらしいんです。その女性の幽霊を仮に見てしまった場合、ついてくるから気をつけな、そんな話だったらしいんですよ。僕ね知ってるんです、運転手のやつめちゃくちゃ怖がりなんですよ。しかもね運転してるじゃないですか、そっから帰るの山道なんですよ。もう怖がらしたらあかんと思って、僕その後ろのやつ一回怒ろうと思ったんですよ。いやお前ちょっと怖い話とかやめろよ。びっくりしましたよ。その後輩のところ僕後ろ振り返ったら、リアガラスに女張り付いてるんですよ。わあ最悪やと思って、僕気のせいやと思ったんですけど、釣りしてる時にその灯台の明かりのところにうっすら人影見えとったんですね。俺のせいでついてきてるやんと思いながら、でもね運転手のやつ怖がらせるわけにはいかないんですよ、山道なんで怖いじゃないですか。だからねしばらくもう僕は見てないふりをしながら、まあね楽しい会話しながら帰っとったんですよ。でね峠に差し掛かった時に僕ちょっとタバコ吸おうと思ってタバコ加えたんですね。でタバコ加えて、その時は紙巻きのタバコなんでね、ライターで火をつける、でウィーンとパワーウィンドウ開けて、でタバコに、火をこうつけようとした瞬間に、このパワーウィンドウの音で人間心理的に窓の方に視線やるじゃないですか。でねこの窓の方にこう視線をやった時に、上から女性の手がこうやって入ってきたんです。どういうことか分かります？その女の幽霊、リアガラスのところに張り付いてしばらくしてこう上の方にこう来て登ってきて、この上の部分で入ってこようとしてたんですね。最悪やと思って僕パワーウィンド閉めました。そっからしばらくずっと見てないふりしたんですね。そしたら気がついたら僕寝ちゃったんですよ。で目的地まあね帰ってきて、で着いて、で後ろに乗ってた後輩を送って、で運転手のやつと2人になった時に、運転手のやつがこんなこと言ってきたんです。ノブさん僕初めてですわ、幽霊見ちゃいました、マジで。僕が見たその女の幽霊、運転手のやつには一回も言ってないです。なのにその運転手のやつが峠でね、一生懸命僕前見ながら運転してたんですけど、しばらくしたら女の幽霊がボンネットのところ、窓のところの上から逆さにこっち覗いてるんですよ。めちゃくちゃ怖かったんですよ僕。しばらくしたら消えたんでよかったんですけど、そんなこと言うていいなんですね。僕一本目で言いましたよね、女消えたって。僕の予想ですよ、あの一本目の後ろからついてきた女の幽霊もトンネルに入って消えたんじゃない気がするんですよ。おそらくついてきて上の方に登ってきて、ずっと車の天井のところに張り付いてるんじゃないでしょうか。
世の中にはいろんな噂話があるんですけど、中には噂ではなく本当の話が混じっているかもしれないですね。以上です。